Bonjour! 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校、アンサンブランフランセ講師のやすこです。今日も皆さんにとても役に立つフランス語の表現をご紹介いたします。素敵なものに出会って、一目惚れをしたとき、まるで心が打たれたようになりますよね。さあ、その一目惚れをフランス語では何と言うでしょうか。Un coup de cœur. 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 と言います。直訳をすると、心臓の一撃。まさに心を打たれた感じですよね。さあ、フランス語をもっと勉強したいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしております。それでは、アビアントー。